ミクだミクだ。いておい、お前鼻くそほじんなよ。いいだろ、好きだから。じゃあお母さんちょっと散歩行ってくるね。はい。なんだこのハーゲンダッツ、腐ってんじゃねえか。はあ、お腹が空いたわ。あ、ハーゲンダッツ。どけどけ、選手を喋ってる感じなんだ。どけ。緊急手術を行うです。硬すぎて全然入らないぞ。おい、あれ出せ。ダメだったか。8月20日午前10時3分、細上恵子さん、ご臨終です。うわっ、治ったわ。危ない危ない。てか、あんた何私殺してんだよ。慰謝料よ、慰謝料。すいません、お金ですね。おい、出せ。こちらです。あら、それなら全然怒ってないのに。それよりあんたって年収いくらなの。あ、年収は2億4000万です。2億4000万。息子の将来はお医者さんだな。さあ、やめちゃん、勉強しなさい。は？あなたはお医者さんになってお金をたくさん稼ぐのよ。やだよ。あんた言うこと聞かないとどうなるか分かってんだろうね。うわあ！分かった分かった、勉強するから。分かってくれたのね。あら、ちゃんと勉強したのね。じゃあ次は実技よ。これが心臓で、これが胃で、あ、これが小腸よ。お母さん大丈夫？母さん、クソママ、やっと死んだか、最高だ。姉ちゃん何言ってるの。ちょっと遊びに行ってきます。遊びなんて行かせるか。ただいま。あ、ごめんなさい。ねえお母さん、お父さんってどんな人。あー、忙しい。あ、忙しい。やねちゃん、私パート行くから適当に食べててね。夜は危ないから外出しちゃダメよ。わかった、先生行ってくるからね。もうお母さんなんて知らない。つまんない。俺にもお父さんがいれば寂しくないのかな。できた。ヤネスケ、私はパパだ。じゃあじゃんけんしようよ。じゃんけんぽい。グッチパー。グッチパーは何でも勝てるから俺の勝ちね。パパ負けた、悔しい悔しい。ただいま。なにそれヤネちゃん。あ、まさかお父さんがいなくて寂しかったのね。別に。ごめんねごめんね、やねちゃん。お父さんってなんでいないの。ようやく伝える時が来たのね。あんた覚えてなさい。あなたのお父さんを殺したのは私なのよ。え、あなたのお父さんは超天才研究者だったの。言ってて、お腹の子供に良くないんじゃないか。でも運動がいいらしいって聞いたわ。スコちゃん、元気？ほら、カネスケさんも喋ってあげて。The newer youth needs a real no problem. They do all the hard work. They hands up.
じゃあ行ってくるよ。仕事場には危ないから絶対についてもらいでね。もちのろんです。しておりました、金助先生。今日も早速やっていこうか。はい、金助先生。実はお父さんは CIA の研究員で極秘の任務を受けていたの。敵国を倒すための反重力装置の開発よ。金助様、漏らして。すまん、集中していた。こう詰めすぎです。少しは休憩なさった。時間がないんだ。子供が生まれるんだぞ。この任務はすぐに終わらせる。うっ、家族のためにトイレに行った方がいいのでは。じゃあ行ってくるよ。ついてこないでね。もちのロンです。サプライズしようっと。あんた下手な絵なんか描いてないで、アトリエ行きなさい。はい、じゃあ皆さん自由に絵を描いてください。よーし、描くぞ。先生、できました。これはなんだい。うんち。美味しそうだね。先生、できました。どれどれ。最後の晩餐です。これはいい絵だね。先生が保存しておこう。じゃあちょっと今日は早いけど、レッスン終了で。俺でお金持ちだ。あんた最近アトリエ行ってないけどどうしたの。いや、それが最近全然教室に来なくてさ。濱井画伯作最後の晩餐が10億円で売却されました。いや、制作には9年かかりました。苦労しました。色使いとかにとつくくそー。やれちゃん、あんたプログラミングスクールに通いなさい。いちいち習わなくても自分でできるよ。いいから行きなさいよ。ほら。はい、じゃあまずはアルファベットの練習をしたいと思います。バカにしやがって。はい、じゃあ次はこの文章を打ってください。できました。君すごいね。他にどんなことができるの。一番得意なのはハッキングです。バカ言え。それじゃやってみろよ。え、入ろう。早くハッキングを通しろ。あ、これもう中断できません。じゃあ、バイバイ。はい、じゃあ今日はおじさん構文について勉強しましょう。で、今日は疲れちゃったのかな。で、この顔文字がポイントですね。この構文を使うと嫌われます。授業中に変なおじってのダメだ。今すぐ廊下に立っとけ。じゃあ先生が廊下に立ってくださいね。いやー、廊下に立つっていうのは廊下しちゃってきつくて、ここは一つ許してくれないだろうか。なっちゃってー。なっちゃってー。はい、はい。なんですって。廊下しました。なんつって。なんでした。ヌネスケのお母さんが倒れたそうだ。今すぐ行ってこい。は、はい。お母さん、お母さん。心配しなくていいよ。お母さんは俺たちが必ず助ける。うん、どうぞ。よし、出発。
さんは泥酔した上で太陽ロイブツを飲み込んで呼吸ができていない状態だ。すぐに鬱を取り出すぞ。おりゃ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 、よし取り出したぞ。まだまだ取り出すぞ。はい、よっしゃ取り出したぞ。やったやったやった。あれ、まだまだ異物がたくさんあるぞ。おかしいな。おい